赤松光介は、室町時代中期の武将、守護大名である。室町幕府、侍所頭人、張馬、美前、三正守護。赤松義則の着難。兄弟に、吉政、助久、則重など。いとこに有馬ま持家、万世。子に、京、甲。少年は、文中二年、大安六年説もある。赤松義則の子として生まれ。 玄服寺に室町幕府第三代将軍、足利義光より、変記の授与を受けて光つ助と名乗る。父の代理として、早くから政治の表舞台にあり、第四代将軍、足利義持の代になって、欧永十八年から欧永二十年に、侍どころかしら人を務めた。また、欧永二十一年からは父に次いで、左京大部に助任され、守護職を代行している。 王衛34年に亡くなった父の後を継いだが、前将軍、吉持が三つ助の所領である針馬を没収して、長愛する側近の赤松持帝に与えようとすると、三つ助は京都の自邸を焼き払って、両国の針馬へ下り、一族を集めて、合戦の準備を始めた。これに激怒した吉持は残る備前、美まさか両国も奪った上で追悼令を出すが、討伐を命じられた。 一式吉蔵ら,らが出兵を拒むなど混乱が続く。翌年に突如持邸と吉持の側室との密通に関する告発があり、持邸は切腹に追い込まれた。三月は初大名の取りなしを受けて赦免された。英三35年1月に吉持が死去、その弟の足利義則が第六代将軍となると反乱を起こした。 北畑三政討伐軍に加わり、三政の子、京愚と幕府を和睦させて、北畑家の取り次ぎを務めた。同年から永響4年まで侍どころかしら人に、再任、翌年に、針間の国一揆が起こると、針間に下校、反乱を鎮圧した。永響4年の山と永響の乱では、実定の義政を大将にした軍勢を派遣している。また、 象徴元年には赤松家の本拠の針まで針間の土一揆が起こった。これは前年の三つの家督相続時、幕府との合戦を決意して軍備を整えていた時、大量の兵糧を挑発したために起こったとされるが、京都で象徴の土一揆が起こって、侍どころ別途として鎮圧に当たっていた三つは急遽針間に下校して鎮圧に努めている。 吉しとは当初良好な関係であり、宿老の一人として吉しのりの指紋に応じたり、吉しの邸宅訪問を受けたり、影響10年11月に3度目の侍どころかしら人を任されるなど幕府内の長老閣として県政を振るうが、やがて吉しは有力大名を中殺し出すと、影響10年3月には家臣3名が吉しによって殺害され、 影響12年3月17日に弟の吉政の領土が没収されて一部が桃園の赤松忠村に与えられた。三つ助も領地を没収されて低村に与えられるという風文が起こるなど次第に対立の色を深めていった。吉則は三つ助に限らず有力守護大名家に介入し、官僚の芝氏や畠山氏の他に京国市、都氏、時氏 一式しらし式にも介入した。影響12年5月15日には、丹後若狭三河、山城の4カ国守護系を終わり、千田軍文軍守護の一式吉らを、翌16日には、一世守護と気持ち、雷を相次いで殺害し、家督と守護職を没収してその一族や、他の大名に分け与えるという強行策に出たため、三助は、不安を次第に強めていった。 9月22日にはついに侍どころ別当の職を罷免させられたため、幕府への出資もしなくなった。このため、吉則と三つの対立が先鋭化し、不穏な噂も絶えなかったという。下吉元年6月18日、加賀守護と賀守教科は突如として、吉則の歓喜を公務理守護を解任され、加賀守護はそうになっていた弟の戸賀氏安志高に与えられた。 それからわずか6日後の6月24日、三つは、有機合戦の縮小会と称して、吉則を自邸に招き、着手の教皇と弟の則重に命じて、吉則を殺害した。その後は、京都における赤松一族の屋敷を焼き、領地の針間へ逃れて、足利忠冬の孫とされる、足利義孫を新将軍に報じて対立する。しかし、赤松清水器では、 赤松家中内部でさえ偽存擁立には必ずしも賛成していなかったことを示している。同書では偽存を迎え入れた後、三つ助は偽存を利用して味方を増やそうとした一方で、東坂本の定願寺で主演、猿楽、伝画、歌、還元、芸能など有興の限りを尽くすのを黙認したとされている。三つ助はあくまで偽存を区物として利用したのであり、 武将として人頭に立つことは期待していなかったとされている。幕府は強力な独裁者である吉則を突然失って混乱しており、また、吉則の息子らはいずれも幼く有力一族も欠けていたため危機的状況にあった。しかし官僚の細川持野は、吉則の着手、千夜茶丸を立て、対応策を必死に練った。この時三助が持ちこれ宛てに挑戦状を出したとされるが、 赤松清水記にしか記録がなく、創作とされる。幕府の持ちのは、細川持つね、山名持豊、赤松正、村らをはじめ、西国の河野氏や吉川氏などを動員して、赤松領に侵攻させた。教皇、のりしげらの前線で一時は、幕府軍を圧倒したが、赤松討伐の臨時が出されて三つは、朝敵とされ、針馬だけでなく三まか、備前などにも、 三名軍など諸軍が攻め寄せて、赤松家を裏切りあるいは敗北したため、三助家は防御力のほとんどない巨城の坂本城から山城の城山城にこもった。しかし、幕府軍に攻められ、今日、荒野、の重らを逃がした後の9月10日に、一族69名と切腹自殺する。去年61もしくは69。解釈は、浅香幸秀が務めた。 主宮は山名の之の家臣、伊豆市慶測に奪われ、吉則の維持に見せられた後、9月21日に四条河原で晒された。この一連の騒乱を、下吉の乱と呼ぶ。死後、重帝の万世、老いの乗直が赤松市最高を狙い拒兵したが、総運に鎮圧された。しかし、長六二年、また老いにあたる赤松正則が、 五南町から神事を脱回した功績で再高を果たした。京皇は三助の命を受けて赤松子孫族のために十七人の共回りと城山城の西南から脱出し、室津から船で妻のいとこにあたる伊勢の滝城にいる北畑京具のもとへと逃亡した。この際、京皇はおじに、のりしげや三助が擁立した足利義村らと共に逃走したとされる。 京具は3日ほど城内に滞在させたが、やがて厄介者として馬場城に身柄を移した。そして京具は幕府からの討伐を受けることを恐れ、心象を良くするために京皇をかくまうことを拒絶。絶望した京皇は9月28日に伊勢で自殺して果てた。その死休は10月1日に京都に送られ、幕府によって赤松屋敷にさらされた。以上のように、 京皇は19歳で没した。ただし、薩摩の島津家の資料である、本藩人物誌によると、京皇は、三助の死後に、日向しぶしへ忍び下り、しぶしの松山は中島に湿居、京皇の彦に赤松秘前森吉樹がおり、島津義久に仕えたと記されている。これが事実であれば、義域は、三助のやし後にあたり、三助、 今日甲府市の直系子孫は少なくとも16世紀半ばまで存続したことになる。三つはその背丈の低さから父と共に三尺入道などと呼ばれていたことから低身長症だった可能性もある。またそのコンプレックスゆえに足利義持、足利義則と二代にわたって将軍に反抗したのではないかとの説もある。江戸時代に身分制度が固まった封建制の下で、 三つ助は逆神殿で扱われている。伊沢本彦は足利義則の殺害による室町幕府の弱体化をその後の応仁の乱に至った原因と関連づけ、三つ助を日本を戦国時代に陥れた犯人と評している。ただし三つ助こそが真の下国上時代を切り開いた人物という評価もある。三つ助は性格が傲顔不尊。 王兵で気象が激しかったという、これには多くの逸話もある。ありがとうございます。